はい、どうも、すさなです。今日もね、始まり方はこんな感じで家になります。でですね、今日は荻窪の隣の駅の西荻窪からスタートして歩いていこうと思っております。西荻窪知ってる方はいますでしょうか？荻窪はね、あの阿佐ヶ谷の隣、まあ、高円寺の近くとかで、まあちょっと有名な駅かもしれないんですけど、あの丸の内線と中央線 JR のが通ってるんですけど、西荻は多分 JR しか通ってないのかな。特に注目してる人も少ないかなと思うんですけど、ちょっとそこから降りて、目的地に向かってみたいと思っております。今日はですね、ちょっと寒いです。一応長袖2枚なんですけど、寒いかなーって感じで、今日初めて家のね、暖房もつけてみました。まあ今一応21度なんですけど、冬ってどんぐらいだったんでしたっけね。もうそれさえも覚えてないんですけど、まあそんな感じでちょっと寒めの日でございます。まあ雨は降ってないのでね、歩きやすいかなと思っております。それでは行ってきます。こちらが西荻窪駅です。今が、1時ぐらいになりますね。広場から間があって、こっちの道へ行きます。はい、肥後もんずと天かつしというね、お寿司屋さんがあったんですけど、ここはタレ焼きんとん、あの美味しいっぽいので、ここら辺は商店街ですね。右側へ八百屋さんになります。そこには喫茶店ステイさん、自家焙煎したコーヒーなどがあります。眉間のなんかゴミみたいな、おしゃれたカフェ。上には美容室。いや、人が多いです。西荻窪を甘く見ておりました。ここにはフリーワイファイ、コワーキングランチなどなど、本当に思った以上に人がいる駅でした。ここは満腹飯店ですかね。あの店内全席満席でございます。麻婆豆腐とかは1000円でございます。ラーメン、こっちは古本とか食器、いつでもやってるのか1週間とか限定なのか分かりませんけど、ここご飯とお酒。柄だろうかのお家なのか建物、漁師そばですかね。何でしょう、ラーメン、ビール、なんだろう、ミーオープン、ランドリーでしたね。はい、だんだんとお店が減ってきましたけど、ここはギャラリー金子。結構裏道なんですけど通る人は多いです。あと、歩いてると、まあ、左側、まあ、右側にも川が見えるんですけど、まあ、何川かちょっと不明ですが、まあ、水が透き通ってます。綺麗ですね。まあ、その水の量も多くなく危険性がないです。で、一本隣が大通りで、隣が今歩いた道なんですけどね、とても歩いてる人が多いです。西荻をね、西荻窪はですね、略して西荻でございます。はい、こんなに人がいたり、お店がある駅だと思ってなかったですね。ちょっと甘く見てみました。住んでる方と生まれ育った方、すいません。実際にはマンションもありますが、一軒家も結構ありましてですね、23区の割には1軒ずつが大きめかなと思います。縦に3階無理やりですとかいうお家はなく、こんな感じで余裕のあるお家が多めです。なんで私はさ、ちょっと恥ずかしいからそこ歩かなくなったら、もう全然人来ないんだよ。タイミングですね。みんな狙ってる電車が一緒なのかもしれません。今歩いてた道はもうあとは住宅街かなと思ったので、ちょっと大通りの方にね出てみようと思います。本当に綺麗なんですよね。ちょっと写真撮りますね。この綺麗さはね、ちょっと多分動画じゃしっかり撮れてないと思うので、今日の目的地までですね、片道1時間ぐらいはかかる予定でございます。
で、まあ予想通りですが、まあ寒かったんですけどね、家出てみたらこの服だと、歩いてたので、まあ少しずつ気にならなくなってきました。これ大通りに行くということは今度こそ人が多そうなんで、ちょっとまた恥ずかしくなってきました。そう、さっきもね、いろんなお店紹介したいものの通ってる人が多すぎて、ちょっと全然小声の小声だし、になってしまいまして、すいません。まあ、ただね、人気あるお店が結構ありますね。これまあ1時、まあそうですね、1時だけど、まあ満席のお店が、何店舗もありましたし、カフェが多いんだなっていうことを知りました。ちなみに橋のところには、ちょっとわかりますかね。はい、小井でございます。関根橋ですね。これは、善福寺川という川でした。だいぶ良さそうですね、善福と。で、ここインド料理屋さんです。こんな大通りですけど、車通りは多くないですね。ちなみに、荻窪系はですね、杉並区になります。ここにアジアンダイニングっていうのがあるんですけど、まあインド系ですかね。で、あっち側に中国料理屋があって、こちらに知ってる方もいると思いますが、青梅街道になります。まあいつかね、歩きたいなと思ってます。まあ2日ぐらいで歩けるのではないかと思っております。多く見積もってもいいか。いつか歩きたいです。で、こちら一応の木ですね。あ、いずれも。さあ、この道になるとですね、もうほとんど人がいません。で、左側はですね、一応歩道あるんですけどね、リールがないからちょっと危なかったですね。右の方がいいです。あとさっきの信号ね、インドカレーとかありましたけど、向かいにはタイ料理屋があって、多国籍な料理ばかりでした。ちなみに今日雨は降らない予定なんですけどね、さっきからポツポツ降ってくるんですよね。それがちょっと困っております。ここは売ってるのかわからないですけどね、盆栽が大量に置かれてます。政権園ですかね、ちょっとわからないですけど、売ってるかもわからないですけど、ちょっとすごいです。ここはすごい建物と思ったらですね、神崎建設という建設会社の、やっぱ面白くて、お家っていうか、方も住めないんですけどね、でした。ここでですね、ことぶきという久しぶりに飲食店が出てきました。カフェ、ゲームバーと書いてあります。ことぶきの方が800円って書いてあったんですけど、飲むならお酒かソフトドリンクは見てないです。はい。こちらの通りはね、早稲田通りになります。早稲田大学とかあるんですかね。はい。で、ここはピアットロッソでいいですかね。イタリアンです。